い、どうも。動画で言うと3回目の動画になります。で、前回の動画で競技3つやったんですよ。障害物なしで走る競技、これ走りました。障害物、ちっちゃい障害物で走る競技、これで走りました。で、3つ目の競技がクリアできずに前回終わっていました。今回は3つ目の競技クリアするまでやっていこうってことで、それでは第3競技がまだ前回クリアできてなかったんで、まず今日のオープニングは第3競技にチャレンジしてみたいと思います。イエーイ。はい、というわけで、計測していこうと思います。準備よろしいですか？はい、それでは行きます。よーい、スタート。おー、早い、めちゃめちゃ早いです。3秒3です。これなんかスキルがいいね。333、うん、めちゃめちゃ早い。もう一回やってみる。さっきね、これちょっとつっかえたからタイム落ちたけど、もしかしたら何回かやったらもっとタイム上がるんじゃないかな。これはかなり高タイムだと思います。今までね、同じ競技を実は他の生徒でもいろいろやってきたんだけど、僕が見た中でこれ多分一番早いんじゃないかなと思います。よーい、スタート。やっぱつっかえるな。あ、タイム落ちちゃいましたね。まあ、ちょっとね、電池の残量とかによっても速度変わるんですが、まあね、ちょっと今ちょっと満タン電池しかなかったんでね、電池新品に交換しましたけど、まあ3秒33で、これがまあ一つの基準、まあ10秒以内にクリアできたら十分すごいと思います。過去の例でもね、10何秒とかかかってるんで、3秒33めちゃめちゃ早いと思います。皆さんもまあこのタイム目指してちょっと頑張ってみてください。以上、第3競技でした。それでですね、今日は新しい競技をやっていこうと思います。それでですね、前回はまあ走る競技でしたね。今日はちょっと走らない競技をチャレンジしてみたいなと思います。で、何をするかなんですが、まず第1競技、今日使うのは、紙コップ。紙コップだったら大体大きさ何でもいいです。で、タイヤ、タイヤのちっちゃい方のタイヤです。これを使って競技していきます。まず第1競技は前回のスタートラインからスタートしてもらって、でロボットはこのスタートラインから空中も含めて出てはいけません。で、出ていいのはこれだけね。これは弾なんで、弾は出てもいいです。で、この的に向けて何らかの方法で、転がしてもいいし投げてもいいです。で、的に当たれば、倒れる倒れないに関係なく的に当たれば合格です。これを5回チャレンジして何回成功させるか、1回でもクリア当たれば OK とします。もしね、これ満点できたらすごいと思います。なかなかまっすぐ飛ばすものを、まっすぐ飛ばすって結構難しいし、タイヤはね重たいんでね、結構多分飛ばすの苦労すると思います。まず第一競技の方チャレンジしてください。これで5回やって何回成功するかを、全員で競ってみたいと思います。時間だから、今回、前回は時間でやったけど、今回は成功率で測る。結構ね、今年はないんだけど、なんだっけ、いつもやってるね、ライントレースの競技ありますよね。あれトーナメント制なんで、ベストタイムよりも、ベストタイムも大事なんだけど、ベストタイムよりも成功率が大事なんですよね。いくらベストタイムがめちゃめちゃ1位の速度でも、成功率が低いとどうしてもトーナメントなんで、途中でね、不具合起こってしまうと良くないです。なので今回はタイムのトライアルじゃなくて成功率で勝負したいと思います。第一競技は弾当たれば OK、 でも転がそうと思ってもね、結構これ難しいですよ。じゃあみんなアイデア考えてやってみましょう。ルール説明からもう一回言っとこうか。的をまずは50センチ、500ミリですね。500ミリのところに、紙コップを置きます。それでですね、スタートラインからはみ出さないようにロボット設置してもらって、でここからお互い順番に打っていきます。で、今回ね、私もロボット作りました。
じゃじゃん、ボーリングロボットくんです。ぐるぐる腕が回ってこう球を転がしていくロボットです。あ、そちらはどんなロボットですか？なるほど、なんか輪ゴムの力でね、やばい、なんか力持ってますね。こいつはなんか強そうだな。生徒のね発想はちょっとなかなかぶっ飛んでますね。あの彼優秀な生徒なんで、あのちょっとねさすがに優秀です。さすがにアドバンスの子は違いますね。はい、この辺にしましょうか。ちょっとみんなの作ったロボットが意外とでかかったんで、ちょっとスタートラインずらしたいと思います。で、50センチのところにあると。それではスタートラインここにして、50センチ先のこの的を当てるという大会を始めたいと思います。はい、というわけでね、得点表ねちょっと作ってきました。で、一応合計ね5回チャレンジして何回取れるかと、一応まあ最低1回は取ってください。1回もね当たらないロボットは不合格、もう1回やり直しです。まあ、できればね満点取れたらすごいですね。この満点取れるロボット果たして現れるんでしょうか。それでは、2人で対決してみたいと思います。それでは先攻後攻じゃんけんしよっか。最初はグー、じゃんけんほい。まあ、それは普通に考えると後攻が有利ですね。後攻が有利なんで、じゃあ後攻行こうかな。じゃあ先攻お願いします。で、打った後もロボットがねそのスタートラインをはみ出さないように、例えばこうねパターンってなってはみ出すんだったら、この線を越え、もし越えた場合どうしよう。一応ここがラインだから、この線の線を踏むは OK だけど、線を越えたら、減点というか失格で罰になります。それでは1投目お願いします。1投目ですが生徒の方は失敗となりました。それでは先生のロボット行ってみたいと思います。で、僕のロボットもね、あの腕回るんでちょっと後ろにセッティングしないとあのライン越えてしまうので、ね、でルールとしてはね、やっぱりね人間の力でこうパッチンって弾いたらそれは取れちゃうんで、基本的にはロボットの力でね、球は人間がセットしてもいいですが、ロボットの力でちゃんと転がしてください。はい、それではいきます。えい、あ、外れた。ちょっとねこっち行っちゃいましたね。ロボットの人もうちょいこうだったかな。はい、今1回目チャレンジ終わって、0対0です。やっぱねなかなかね難しいね。意外とやってみると難しいです。あの転がしたら当たるだろうってね、手でやると転がるって当てるの簡単なんだけど、それをロボットでやらそうと思うと急に難しくなります。それではどうぞ。おーっと、すごい威力だ。すごい弾け飛びましたね。まさかの机からね的が落ちるという。やっぱねアドバンスの子はちょっと頭がね違いますね。頭が良い。はい、というわけで次ね僕外してしまうと一気に不利になっちゃいますが、いやなんかねさっきでもこっちにこのねこう行ったから、もう少し多分こっちなんだよな。微調整がね難しいです。少し気持ちこっちに向けてねやってみようかなと思います。それでは行きます。おー、いった。2回戦が終わって勝敗こんな感じです。1対1です。かなりいい勝負を繰り広げています。はい、それでは、準備できたようなんでお願いします。おっと、当たった。いや2本連続で決められたらちょっとね苦しくなってきます。はい、今試合の方こんな感じです。はい、それでは準備できました。いきます。もうちょっとつかな。それではいきます。よっしゃ、だいたい角度見えてきました。これは来てますね。なかなかいい勝負なんじゃないでしょうか。3回戦終わってですね、2対2です。残り2回戦、これはサドンデスになる予感がしますね。よろしいですか。それではお願いします。おお、まあ当たりましたね。ちゃんと当たってるんで今のは有効とします。ちょっとね1回この辺でバウンドしたけど、まあ当たってるんで OK です。
では、いきます。よっしゃ、来た。ラスト 5本目に勝敗が決まるか、はたまたサドンデスになるか。いや、いい勝負ですね。それでは5本目お願いします。おお、決められた。いや、決められちゃいましたね。さすがです。これで外すと、私の負けになります。緊張するな。まあ、さっきまでこれぐらいでいけてたからきっといけるはずです。それではいきます。あー、危ねえよ。一瞬タイヤ傾いたから外れたかと思った。というわけで、私たちは4対4の同点でした。 YouTube でね、見てくれてる皆さん、僕らのこの4点ね、2人とも4点だったんだけど、これを超えられるかどうか、皆さんもぜひチャレンジしてください。どうする、サドンデスする？サドンデスいっか。じゃあ一応ね、まあ、この競技は、まあ、まあみんなね、家でね、誰かと競ってたらサドンデスで楽しんでもいいですし、で実はね、この競技、そう、皆さん予想してる通り、これね、1メートル幅あります。そうなんです、第2競技は距離が2倍になります。そうですね、皆さん予想してたと思いますけどねその予想通りです。そうです、さっきまでは50センチでした。でちょっとここね、隙間あるから、ちょっと隙間とテープで埋めとくけど、もしかしたらここでね、挙動変わるかもしれません。それも含めてゲームとしておきましょう、今日は皆さんね、環境が良かったらまっすぐの糸でいいですけどね、はい、ちょっとうちはね、環境的な問題でちょっとこういう段差できちゃってますけど、挙動はそんなに影響しないかな、うん、多分そんなに影響しないと思いますが、ただね、距離が2倍になると急に難しくなりますからね。じゃあこれで、次のチャレンジ行ってみたいと思います。スコアボードですけど、ではルールは同じです。距離が2倍に増えてますが、5回戦で合計得点を競います。あ、先ほどさっき、私が後攻もらってしまったんで、次は私が先攻でいきたいと思います。でですね、これね、難しいですよね、どう考えても。さっきの段階で球こうね、うねってましたからね、この距離果たして当たるのか。それではいきたいと思います。おっと、来た。これは嬉しいな。これね、当たったら盛り上がるよ。来ました。これは大きなリードな気がします。はい、それでは準備よろしいですか。それではお願いします。よっしゃー、ね、50センチ過ぎたらね、球がね、安定しなくなるんですよね。生徒に対して大人げなく本気を出すのはどうなのかっていうね、指摘は、コメント欄の方までお願いします、もしそう思ったなら。いやでもね、先生も本気にならないと生徒ね、楽しくないよね勝手に言ってるけど。それでは行きます。これ遠いから緊張するな。はっ、あーいや、これは難しい。それでは準備よろしいですか。それじゃあお願いします。おお、当たってきた、すごい。はい、というわけで2回戦までの成績ね、丸××丸ということで、もう1対1ですね。普通に難しい、てか最初に当たったのが奇跡みたいな感じですからねそれではいきます。今のはありなし？際どい。このね、物差しに当たったんで、ちょっとね、やり直ししましょう。ちょっと今のは、脳幹で、もう一度再チャレンジで。それでは、いきまーす。あー、それた。いや、途中まで良かったけどな。
なんかね、この辺まではまっすぐ行っててもここからそれていきますね。それでは準備よろしいですか。はい、じゃあお願いします。おお、これはまだ同点をねキープしてますね。3回戦終わった結果こちらです。そうですね、1対1です。やっぱり距離が伸びると急に難しくなりますね。それではいきます。はいマジか、全然やったな。多分球の芯は取れてなかったのかな、当たりどころが悪かったのか。全くね、ダメですね。それでは準備よろしいですか。それではお願いします。おーっしゃ外したのは喜ぶないね。良くないですね。良くないですが、でも同点は同点です同点は同点です。さあ次のね、一投に勝負がかかってると言っても過言ではないです。これ外すとね、まあ僕の勝ちは少なくともなくなりますからね。最後の最後、なんとか当てたい。それではいきます。やっぱね、距離ね長いとね無理っすよこれ。もう難しい。もう最初の一発目はねまぐれですね。いやー難しかった。さあ果たしてうちの生徒は、うちのエース、うちのエースは果たして5本目取れるんでしょうか。はい、それではお願いします。おお惜しかった。いやここに当たってこう跳ねたね。いやもうホームも当たってたと言っても過言ではないぐらいのとこですね。いや惜しかった。これ今の惜しかったけど残念ながら当たらなかったんで×です。まあもしかしたら輪ゴムの力ねもう少し伸ばして飛距離が伸びたら当たってた可能性はありますが、でこれねやっぱねやってみて分かったのはゴムがねくせ者なんですよ。これ例えばゴムじゃなかったらね、かなり確率よく当たるよね。ちょっと一回やってみる。グリップするんで変なバウンドさするんですよね。これがね挙動を乱すんですよ。かなり難しいです。じゃあお願いしますという感じですね。やっぱゴムがなければねかなり当てやすいんですよ。ただ今回のルールではゴム割りのタイヤなんで、皆さんもねこれチャレンジしてみてください。で最低でも5回やって1回成功すれば、まあ、最低ライン合格と、あとは自分たちでどれぐらいの成功率をね高められるかチャレンジしてみてください。もしね5本全部いけたって人はコメントぜひしてください。あ、最後にねちょっと生徒の作ったロボットねアップで撮っとこうかな。結構面白い機構だったんでね。それではお願いします。ネズミ捕りみたいなね機構ですね。はい、というわけでまあ皆さんも、ね、このゲームぜひチャレンジしてみてください。この動画がいいと思った人はいいねボタン、まあいいよいいねと思ってなくても、ね、いいねボタンいいねボタンね、あのあれです、いいねボタン欲しい。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。2週にわたってゲームやってきましたが、この辺りのゲームをね自分たちでいろんなアイデアで弾飛ばす方法も、多分今やった2通り以外にもいっぱい弾飛ばす方法あるし、弾倉を超える方法もね、僕らがやった方法以外にもたくさんのやり方があるんで、いろんなアイデアで、課題に取り組んでみてください。それではまたね。